では、医療通訳育成カリキュラムの312ページと313ページの語彙をおさらいしたいと思います。目と耳、各部位の語彙、日英でいきます。番号順でいきます。1番、類染 lacrimal gland。2番、胸膜スクレラ。3番、 三、um、番ラクマクコロイド。四番モオマクレティナ。五番小水体リトリスボディ。六番マブタアイリッド。七番マツゲアイラッシュ。八番光細アイリス。 9番、中心下フ10番、動向、ピュ11番、神経系ニュート、オプ12番、角膜、コー13番、水晶体、lens. 14番、神経系、オプティック、r v e 15番、ケツマク、コンジャクタイバ。16番、モヨタイ、セリア、ボディ。17番、ジショウコツ、オーディトリー、オセコツ。18番、 土骨、マリエス。19番、キヌタ骨、インカス。20番、アブミホネ、ステイプス。21番、三半期間、セミ・セーキュラー・カナウス。22番、カギュコクリア。23番、 次回、Oracle 24。二十四番外自動 external Ear canal 25。二十五番こまく、tympanic membrane。二十六番こすす、tympanic cavity。二十七番時間、Eustachian tube。 28番、外事、アウター、イヤ。29番、中 d ミドル、イヤ。30番、内時、イナ、イヤ。では、おさらい以上です。